かったよかった。あ、タマね、タオルつけるのね、ちょっと前掛けみたいになってるね。では、つば九郎先生、よろしくお願いします。ジャビッツは今回、初の侍ジャパン招集ということで、おめでとうございます。おめでとうございます。あ、今日もいろいろパフォーマンスを、じゃあグラウンドで見せてくれる。あ、キャップがない。あ、キャップがない。あ、ちょっとこれはじゃあ、あとで国母監督にお願いして、あ、すいません。あ、先生すいません。はい。あ、これでいいって。バクロがキャップでね。キャップ。うん、では、田辺はね、精一杯ね、侍ジャパン一緒に応援していきましょうね。はい。あ、田辺の曲もね。皆さん、田辺ご存知ですよね。あら。まあ、壮行会とかね、いろいろ、壮行試合とかいろいろ出てくるんですけども、まあ、12球団と比べると、まだ試合数が少ないからね、田辺ね。まあ、今日ね、この4日間で覚えていただきましょう。Facebook ライブご覧の皆さんも、この侍ジャパンの公式マスコットキャラクターも田辺ですので、皆さんもぜひ覚えてください。はい、そして、東京ヤクルトスワローズから、再び侍ジャパンに招集されました、つば九郎。はい、では、つば九郎、まず一筆ご挨拶をお願いします。平田くんへ待ってたまあこれ FA 宣言のね話ですね、はい、結構ねつば九郎からメッセージをね多く送ってたんですけどもね、はい、平田選手はまあドラゴンズ残留ということで今日のまず一筆は、はい、先生からいただきました、はい、まあ、先生でもあれですねつば九郎は3月にも招集をされてで再び招集ということでどうでしょうか侍ジャパンの方は地元だからっていう東京ドーム開催だからこの2人が選ばれたということですかねでもいろんな、ね、選手とも交流ありますもんね、つば九郎ね平田君以外平田選手をねプレミアで選ばれたんですけどね、はい、大丈夫ですか、はい、そのような形で、はい、この3体もですねこの後グラウンドで暴れてくれますのでイスラジャパンの皆さんこれが本当の侍ジャパン招集組となっておりますけど、え、何ですか、はい、聞いてました、ちょっと聞いてました、みんな自分らの出番が終わってホッとしてるところですそうなんですよね、みんな聞いてます、ホッとされてる、もっと絡んでほしかったんですけど、はい、じゃあつば九郎にちょっと感想を聞きましょう、つば九郎の偽りジャパン見ててどうでした、じゃあまずちょっとジャビットからちょっと手で表してもらいましょうか、ジャビットこの偽りジャパンご覧になっていかがでしたでしょうか、長い、待ちが長いっていうことね、ジャビットね、なるほどね。じゃあちょっとつば九郎にも聞いてみましょう。お、山田くんはいないっていう。だ山田哲人選手のモノマネの方がいないんですかっていうことですか。あ、山田哲人。はい。あ、山田選手はそっくりさんね。あ、そういえばスワローズの選手のいないですね。今日はアルバイトで休みです。つば九郎アルバイトの時は休みだった。山田ゲストですから、はい、ええ、やめちまえってアルバイトやめちまえっていうことですね、はい、こっちもみんな生活できないですから、はい、今日もほとんどバイトを断ってきてるやつばっかりですからこの距離感がなんかすごい秀逸やる気出せ有名だって緊張してたもん俺たちは終わってどこにいていいかもうわからないんですよ勝手に来てるから案内もないですよここに来て いていいのかわからない。つば九郎どうしよう。あ、後楽園ホールへ。後楽園ホールへ。ボクシングだわよ。あ、すいません、マイク通してもらっていいですか。あ、大丈夫ですか。髪でいじるのやめてもらっていいですか。滑ったら見直すんじゃない。Facebook ライブ見てらっしゃるから伝わらないので。あ、いただきました。いじり替えがなしということで。いじり替えがなしって、まあ、大体みんな出てきたら、はい、もう出てきた時が一番ピークでしたからね、拍手ね。でもちょっとね、ジャビットと、じゃあ、阿部慎之助選手のものまねを並んでいただきましょうか、ね。ジャビットどう見て。いつもね、ヒーローインタビューとかで一緒に見てますけど。ジャイアンツ、ジャイアンツ、ジャイアンツ。あ、坂本愛斗選手もいます。よく一緒になるじゃないの。あ、よく一緒になる。あ、一緒になるんですね。一緒になりますよ。よく一緒になるじゃないの。じゃあだから
いや、うん、うんじゃないよ。あの、わかりました。スーツの方は入るだけ、関係ない。スーツの方は入ると、入っただけ多分コメントが荒れるんで、一回出てもらっていいですか。はい、まだ何にも決まってません。どこが交渉してとかもありませんので。はい。ね、ジャビットね。いいですか。ジャビットの松井選手はどうですか、長年ね、松井さん一緒に。ということです。ダメだね、ジャビットね。ダメだね。はい、はげてもらおう。はい、どうぞ、はげてください。ありがとうございました。喋れないんだったら前に出てくるな、お前。何、普通に。何以上ですか。以上です。大丈夫ですか。はい、ありがとうございました。ジャビットから大丈夫ですってもらったんで。大丈夫ですか。はい。OK です。ね。はい。じゃあ、下がって。ジャイアンツ組の皆さん、ありがとうございました。つば九郎、誰か絡みたい芸人さんとかいらっしゃいますか。もしよろしければご指名していただいて。つば九郎から指名されたら最高ですよ。出てるのは結構いますよね。さあ来た、誰でしょう。あ、うちっか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 は大丈夫だ。どうした、痛い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 、痛いなこれよくブログでね、写真アップしてると思うんですけど、顔だけで喋れませんよ。以上、ありがとうございました。というような、え、絡みちょっと待って、ましたけども、もうちょっと時間があってるんですか、これは。え、いいですよ。まだ多少時間あります。まだ時間があるんですね、はい、もうやり足らないのいっぱいいますから。ええ、あ、ね、あ、あの、だから誰なんですか。私は偽り女で入ってます、マセキ芸能社からやってまいりました、カトゥーと申します。よろしくお願いします。じゃあつば九郎とジャビットと田辺が見たかったらいいんですけど、田辺どう。あ、じゃあいいよ、2丁目のネタ見せますよ、そんなこと言うんだったら。何、誰の真似、誰の真似、私ですか。基本的に、あ、じゃあ物真似やりましょうか。わかりました、じゃあこの方の物真似を。ちょっと待ってください、はい、ジャビットがうんって言ってないんで。え、じゃあジャビット君ダメですか。あ、オッケーオッケー、田辺もいい、いい、オッケーオッケーね。もう田辺首動いていいじゃん。もうジャビットは、はあ、やって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 じゃないよ、本当に。じゃあやります。じゃあお願いします。明らかに嫌いな女性にだけお通しの出し方が違う、二丁目ゲイバーマニマニの純子さん。どうもいらっしゃいませ、どうぞこちらへどうぞ。はい、お通しです、お通しです、お通しです。排水口のゴミ、なんでやらしたんだよ。なんでやらしたんだよ、こんな滑ったんだから。何よ、何、ん、地下水、地下水悪い、誰が豊洲だよ、おい。誰が豊洲、どういうこと、新宿でボケが分かんないわ、私は。え、地下水は、ね、え、え、排水口だから、だからお通しです、お通しです、おと、分かった、あ、それは受けんね、分かった、痛い、行ける、行く、わ、地下水割りね、お通し、いやいや、どうも、お通しです、お通しです、お通しです、地下水割り、なんでやらしたんだよ。冒険か、ここにやろう。いや、こっちにやれよ。私にこっちにやりなさいよ、ほんと。文句あんのかよ。あ、さあ、ジャビット受けた。あ、すべてからね、もう、まだ終わりでいいんですか。わかりました。まだ、まだ大丈夫、ちょっと。まだ私がやってるんですか。まだやってるんですか。はい。じゃあ、わかりました。あの、このステージ、今日から4日間なんですけど、はい、初日なんて何も決まってないんです、そんなに。はい、なので、まあ、この辺りの空気感見ながら、明日以降も行こうかなと思ってます。ね、私の、持ち前のギャグ、みんなで最後一緒にやって、私のコーナーを終わりにします。行くわよ、みんなで行くわよ。3、はい、1丁目、2丁目、3丁目、ふぅー、なんでやらしたんだよ。なんなんだこれは。 ありがとうございました。滑ったことつぶやくんじゃないよ、ツイッターで。では再び3人に来ていただきまして、ですね、では、あ、ジャビット前に、玉部も前に、ですね、今日ちょっと皆様にもですね、ちょっとしたプレゼント、この3人のマスコットからお預かりをいたしております。今日ですね、まあ、あの、偽りジャパンの皆さんはこの後グラウンドには降りられませんので、はい、マジですか。はい、もちろんですよ。観戦もできませんか。反省するんですか。あ、それはチケット買って、あ、今日当日券あるんで、チケット自分で買いました。ありがとうございます。ありがとうございます。
侍ジャパンの邪魔だけはしないように、はい、で、ジャビットとトマベとツバクロはこの後グラウンドでも、選手たちとですね一緒に戦っていくわけなんですけども、今日の試合後皆様にですねグラウンドに降りていただこうと思っておりまして、やったー、ここに、強化ジャー2016アフターゲームグラウンドツアーのご案内が2名様のチケットがこれありますので、ちょっとツバクロと一緒にですねこの2名をこのステージで決めていきたいと思います。で、1組2名様とさせていただきます。別々ではなく一言2名様で、その中でツバクロの出すお題に、合っている方にこちらの方へプレゼントしたいと思います。それ僕らもいいですか、まあ、もし該当すれば、該当すれば。ではツバクロからお題発表お願いします。名前がヒラリーの人。おい、ね、ツバクロはあっちじゃなく決まった方じゃなくてね、ヒラリーの。ヒラリーさんいますか。いや絶対違うんで。ひとしでしたって。あ、出てけね、はい、じゃあちょっともう一問ぐらいいきますか。ヒラリーいませんでしたね。今日泣いちゃってるかもしれませんね。あ、これはいいですね。じゃあこれ今日お誕生日の方、やった、11月今日10日ですね、お誕生日の方証明できるものがあれば。あれ、これはいそうだったけどな、はい、11日じゃないですか。あれ、いないかな。俺たち毎日が誕生日なんですけど。だけど次行こっか。ああ、 BL 高校出身の方。お、あれ、いたじゃあこれちょっと話を聞いて本物だとつば九郎が分かっていただければあげちゃっていいですかね。じゃあ男性の方、はい、上がってください。皆さん拍手でお迎えください。 BL 高校、ちょっとマイクをもう一本でした。ね、桑田、清原、宮本選手とね。ではじゃあちょっと行きましょう。誰の代、巨人の吉川選手と同じ代ということですね。まあ、これからこのつば九郎の答えを、問題に答えていただければ PL がということが証明されるということですね。はい、お、KK、誰と誰。ちょっと言わせるの。あ、違う、そういうことじゃないか。そういうことじゃ、あ、俺に、はい、あったっす、あったっす。なんでそれ出したの今つば九郎。俺も今やりにかったです。正解、はい、はい、じゃあもういいですか、決定で。じゃあこれはジャビットとつば九郎から渡してもらいましょうか。1枚ずつ、はい、ジャビット、はい、つば九郎、はい、ではおめでとうございます。はい、皆さんお送りください。じゃあこれ詳細すべて書いてありますので、はい、こちらの方で、はい、お越しください。ちなみに今日どの選手に期待をしていますか。広島が好きなので、はい、菊池選手に。菊池選手に。菊池いないわ。あ、転売禁止、はい、転売禁止です。はい、じゃあこの後応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、明日もグランドツアーへのプレゼントつば九郎用意してくれるということでいいんですかね。はい、ですので明日もですね、ぜひステージの方もですねご覧をいただきたいと思います。明日も来るんですか。明日来ますよ。毎日来るつもりです。なので明日も来ていいのかな。毎日来ますよ。 OKOK、 毎日ジャビットも来ていいですか。大丈夫ですか。あ、どうぞ。明日のがでも気温寒いですね。つば九郎から、お、明日こそ期待してます。お、明日こそって、はい、いただいてますので、もう明日からもうこれ以上、はい、これ以下も、はい、ございません。これ以下もございません。分かりました。ではちょっと偽りジャパンの皆さんですね、まあ黙認応援団ですので、はい、最後に今日試合に向かう選手たちに一言いただけますでしょうか。あ、行きましょうか。はい、じゃあみんな、いいですか。あ、これ応援スタイルあるんですかね。いや、特に決まってるわけですね。はい、よし、見てあげてください。つば九郎の、あ、つば九郎あったんでしょうか。はい、はい、それでは、多くを語らずね、やはりここはお客様と一体になるということで、この 1,2,3 ダーでもう
挨拶に変えさせていただくと、はい、それが一番まとまると思います。皆さんもぜひ、ね、ちょっと寒いですからね、あの 1,2,3 ダーで、ね、右手を上げていただいてご唱和ください。それでは侍ジャパン、本日試合に勝てますように、そしていいプレーが出ますように、そして偽りジャパンが持続しますように、いくぞー 1,2,3 ダー。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあつば九郎、じゃあマスコットを代表して選手たちにエールを一筆いただけますでしょうか。はや、エール、エール。意味分かんなかった。つば九郎、え、分かった人いる？エール。あ、エール。ごめん、エールね。ごめん、パトリックさんみたいにうまくいかなかった。エールを送るということで、はい、ではですね、タマベイのつば九郎、そしてジャビットにもぜひ皆さんグラウンドで注目をしてください。お気楽上手ください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。私たちも一応拍手をお願いします。すごいよ。イスラジャパンの皆さんです。ありがとうございました。侍の写真撮れませんか。偽りが撮り放題ですからね。わかりました。偽りジャパンの皆さん、写真を撮りたい方はこの後、ぜひゆっくり撮ってください。